みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は続、初めてのアコギということで、この3本目の動画では楽譜を集めるという話、ストロークの種類という話、その話が終わった後に、シンコペーションって何やねんという話をさせていただこうかなと思います。シンコペーションというのはこうリズムのテクニックの一つなんですけれども、覚えておくと結構いろんな曲に応用が聞かせられると思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。では、では早速やってまいりましょう。まず、シンコペーションの前に、普通のリズムってどういう仕組みになっているのかという話なんですけれども、2本目の動画でやった3番目のリズム、タン、タカ、タン、タカ、こんなリズムがありましたと。で、このリズムに合わせてコードチェンジをしていくと、まあ、大抵はこのダウンストロークのところですね。拍の頭とか言ったりとかするんですけれども、ダウンストロークでコードチェンジをしていくと。C コードはダウンストロークで C、タカとコードチェンジをして、で、その次ダウンのところで G にすると。C、タカ、G、タカ、C、タカ、G、タカ。こんな感じで拍の頭、ダウンストロークの場所でコードチェンジをしていきます。アップストロークのところが拍の裏とか言ったりとかするんですけれども、まあ、ダウンのところが拍の頭で、アップが拍の裏と思っていただいて、まあ、大体差し支えありません。とりあえず3番目のリズムに関しては、ダウンストロークのところ、つまり拍の頭でコードチェンジをしていくというパターンになります。で、シンコペーションってどういうものなのかという話になりますと、このコードチェンジのタイミングがちょっと調子に乗って前に出ます。この辺に出てくるんです。そうすると、アップストロークでコードチェンジをする必要が出てくるわけです。そこで登場するのが2本目の動画でやった、4番目のストロークでございます。C はダウンストロークでコードチェンジをするんですけれども、この G に関してはアップストロークでコードチェンジをすると。本来ならば3拍目の頭、ここでダウンストロークのところでコードチェンジをするんですけれども、この G がちょっと調子に乗って、こっち側にちょっと出しゃばってきて、オラオラって来てしまっているので、アップストロークで G を弾いてコードチェンジをする必要があると。こういうリズムのテクニック、ちょっとこうずらすテクニックをシンコペーションと言います。シンコペーションを使うと、なんかこう躍動感が出るというか、疾走感が出るというか、なんかとにかくこう勢いが出てくるんですよね。で、どこでシンコペーションを入れなければいけないのかという話になると、まあ、正直これは曲を聴いて音で判断してくださいという話になってしまうんですけれども、まあ、慣れてくるとどこでシンコペして、どこでシンコペしないのかがわかるかと思います。他にも、例えば、3番のリズムが、タンタタ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 と続いたとします。C タタ、G タタ、A タタ、G タタ、こんな曲だったとしましょう。普通ならば、拍の頭、ここ、3拍目。で、次の小節の1拍目、次の小節の3拍目。ここでコードチェンジをしていくことになります。C タカ、G タカ、A タカ、G タカという感じです。で、ある曲、をコピーしようと思ったら、どうもこの Am が少し出しゃばっているぞと、ちょっと調子に乗って前に出てきているような雰囲気がするぞと。そうしたときに、ここ、アップストローク。ここで Am を弾く必要が出てくるわけです。そして、音をバーンって伸ばして、このストロークを削って、リズムを続けると。ちょっとやってみますと、こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、シこんな感じになるわけです。ちょっと早めにやってみるとすると、この A がいい感じに疾走感を醸し出しているのがわかるかと思うんですけれども、聴いてみてくださいませ。ちょっと早めに。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、スリー。こんな感じの響きになります。なんとなくわかりましたでしょうか。この場合はこの Am がシンコペーションしているわけですね。で、曲によってはその、ね、シンコペーションしっぱなしの曲ももちろんありまして、この G もシンコペするし、Am もシンコペするし、G もシンコペするし、なんていう曲ももちろん存在します。
この辺は、まあ、皆さんの耳で曲を確認して、どこでシンコペをしているのか、しないのかを判断していただけると嬉しいなという感じです。で、今やったパターンだと、この3番のリズムを2回そのまま繰り返して、アップストロークで Am を弾いたら、ここの部分は、まあ、空白になっておりますけれども、まあ、もしちょっと音を足したいなと思った場合は、全然足していただいて構わないです。このまま3番のリズムをバカ正直に守るとすると、まあ、タン、タカ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 になるわけですよね。で、Am をシンコペして、ここで Am を保持にするとなると、まずここのダウンストロークが消えるわけですよ。ここで伸ばすので、ダウンストロークがいなくなります。タン、タカ、タン、タタ、タカ、タン、タカ、タン、タカ、タン、タカ、カカ、タン、タカ。こんな感じになるわけです。でも、ここの隙間がちょっと広すぎて、なんか違和感があるぜという場合は、別にアップストロークを入れても構いません。この辺はこうしちゃいけないという理屈というか、そういうセオリーは特にないので、皆さんがこうしたいな、ああしたいなと思ったら、どんどんいろんなストロークを入れて、いろんなリズムを作っていただければという感じでございます。もう一回、もう一箇所ぐらい。もうワンパターンぐらいやってみましょうか。シンコペーション。ちなみに、シンコペーションは、なんかこう、スタジオとかで、その口語で、なんかこう、口でいろいろバッと言うときは、シンコペーションっていうことってあんまりなくて、まあ、シンコペって言っちゃうか、それとも食う食わないっていう言い方をしたりとかします。ちょっと、なぜそんな食う食わないなんて言い方をするのかわかんないんですけども、例えばさっきやったような、こういうパターンだと、これ、白の頭でコードチェンジをしているので、両方とも食ってないです。ただ、ちょっと Am で食ってとか、なんか Am で、そこ、Am で食ってとかって言うと、ここをシンコペーションすることになるんですけれども、冗談ではなく、本当にこの食う食わないという言い方は存在するので、まあ、その辺も覚えておくと面白いかもしれません。なんか Am で食っている人に見かけたら、あ、その Am はちょっと食わないでとかって言ったりとかするような感じでしょうか。食う食わない、シンコペする、シンコペしない、そんな感じでございます。では、もう1パターンぐらい。何番だっけかな、これは。6番。タンタンタンタカタンタンタンタカ。こんなリズムがあったとします。タンタンタンタカタンタカタンタンタカ。普通だったら、ここの拍の玉ですね。ダウンの場所で、C タンタンタカ、G タンタンタカと高前置をしていくわけです。ところがどっこい、ところがどっこい、この G がちょっと調子に乗って、ここ、このダウンストロークの場所でシンコペをするという曲があったとします。こういう曲全然あり得ます。全然あります。こういうときは、C タッタ、G タンタンタカ、C タッタ、G タンタンタカという感じで、このダウンストロークでシンコペをすることになるわけですね。C タンタン、G タンタンタカ。ギターで弾いてみると、で、ダウンストロークでシンコペする場合もありますし、アップストロークでシンコペする場合もあります。この場合だと単純にさっきやった7番目のリズムになるわけですね。こんな感じです。シンコペする場所としては、この辺でシンコペするときもありますし、後ろの方でシンコペするときもありますし、まあ、いろんな場所でシンコペーションをしたりするわけなんですけれども、まあ、この辺は本当に、ね、曲を聴いて判断という感じなので、ちょっと耳が大事になってくるんですが、こんなのもあったりとかします。2本目の動画で紹介させていただいた9個のパターンとこのシンコペーションという考え方、これをもう合わせて持っておけば、まあ、そうそう困ることはないかと思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。ちょっとなんか何言ってるのかよくわかんないぜという場合もあるかと思います。そういう場合は、とりあえず楽譜を探して、いろんな曲を探して、何ですか、その弾ける曲とか知ってる曲をピックアップして、で、その曲をその9つのストロークを当てはめてバッバッとやっていって、着々とこう上手くなってくると思うので、ある程度上手くなってきたときに、この動画を見ていただくと、この3本目の動画を見ていただくと、あ、なるほどね。となるときが来るかと思います。今はわからなくても、まあ、1ヶ月後、2ヶ月後、
まあ、長ければ半年後とか、そのぐらいにもう一回ちょっと確認をしてみていただくと、いろいろ発見があるかと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは3本目の動画はシンコペーションという考え方についてでございました。どうでしたでしょうか。この3本の動画、なんとなくわかりましたでしょうか。何度も言いますけれども、その楽譜をたくさん用意しても、いろんな曲にチャレンジをするわけですよ。で、このいろんな曲をチャレンジしていくと、やっぱりその、ね、いろんなコードを覚えることにもなりますし、いろんなスケールじゃないか、いろんなストロークを覚えることにもなります。で、その中にはね、その9つの中に入りきらないようなストロークもあったりとかするんですが、ある程度ギターが上手くなった状態で、その曲にチャレンジすると、自分でどう弾けばいいかがわかると思うんですよ。とりあえず僕はその最初のステップとして2本目の動画で9つのストロークを紹介させていただきましたけれども、ここの9つには当てはまらないような自分ならではのストロークというのが出てくると思うんです。もうそこまでいけばもう万々歳という感じですよね。あとはもういろんなコードを覚えて、いろんな曲を覚えてもたくさんチャレンジをしていけばいいという感じになるわけでございます。本当にもう普通にジャガジャガとコード弾き語りするだけだったら、なんかもう自分でもなんですけれども、その前回の初めてのアコギの動画と今回のこの3本目の動画だけでもう十分いろんな曲が弾けるようになるかと思います。まあ、そんな感じでちょっと難しいところもあったかもしれませんが、着々と、ね、できるところからコツコツと練習していただけると嬉しいです。それではそんなところでしょうか。多分言い忘れたこともないと思うので、今回の動画はここで終わりにしようかなと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。